ます。おはようございます。ただいまから、大阪戦略調整会議の事務会議を開催させていただきます。この会議については次回大阪会議を一刻も早く開催して、議論を少しでも前に進めるため、大阪会議が首長と議員からなる会議であることなどを踏まえながら、三首議長と各代表者にお集まりいただけると思い、私が呼び確認となりまして、次回大阪会議の事務会議いわば代表者会議として、皆様にお集まりいただきました。本日はこうした趣旨にご賛同いただき、誠にありがとうございます。会議といたしましては、お手元に配布の次第の通り、ご協議をいただきたいと思っております。今後の一つ目は、今後の大阪戦略調整会議の運営に関して、二つ目は代表者会議の設置に関して、3つ目には第3回会議における議題提案の進め方について、ご協力いただきたいと考えています。なお本日の会議については報道公開とさせていただくとともに、後日議事録をホームページにて公表させていただきますので、あらかじめ、ご了承願いたいと思います。それでは早速でございます。会議の運営第1会議に入らせていただきます。本日の議題に入らせていただきます。今後の大阪戦略調整会議の運営について、と並びに、代表者会議の設置についてを一括して、ご協議をいただきたいと思います。お手元の資料1と1の2をご覧いただきたいと思います。第1回大阪会議では、規約と会議の運営に関する申し合わせ、議題の提案方法などについての会長提案をお示しして、それらを会議運営のルールとしてご協議いただくことをしていましたが、今回はそれらを一つに整理をさせていただきました。大阪戦略調整会議の運営について、あくまでもこれは手先代です。お示しさせていただいております。本日はこれをもとにご協議をいただいた上で、皆様で、申し合わせていただければ会議運営のルールにできるのではないかと考えていますので、よろしくお願いいたします。それでは簡潔に資料の説明をさせていただきたいと思います。まず資料1の1、大阪戦略調整会議の運営について先代になりますをご覧いただきたいと思います。主な項目について説明をさせていただきたいと思います。会議の開催については、会議は条例第8条第2項に基づき、定例会として年4回実施することとして、4月、7月、10月、12月に開催をするということとなります。ただし、これによりがたい場合は別途会議において決定をしたいと思います。なお、定例会の会期は議題を踏まえ、各定例会の第1回会議で決定することといたしたいと思います。次に、会議の公開については、会議は公開として傍聴を認め、会議の状況をインターネット配信をして配布資料議事録は公表するとしたいと思います。次に、会議の進め方については、会議は条例第7条第3項に基づき、会長が議事を進行することとしたいと思います。会議の会期、議題の選定、議題の協議順位、議題の協議方法については、下記の代表者会議に諮って決定することとしたいと思います。ただし、議事がまとまらないときは、条例第8条第4項に基づき会議で決したいと思います。ここで資料1、2の代表者会議設置規定案をご覧いただきたいと思います。主な項目についてご説明をいたします。まず第2条関係については、代表者会議では会長による大阪会議にかかる議事整理に資するため、大阪会議の会議、
期間および日程に関して、議題の選定、議題の協議の順位、議題の協議方法などについて協議調整するとのことです。次に第三条関係については、代表者会議は副議長と会派から推薦のあった委員からなる会議であり、会長、副会長、副議長、副知事、大阪市長及び堺市長及び各会派から推薦のあった委員5人の計10人で構成することとなっています。次に第4条の関係ですが、代表者会議の招集は会長が行うこととなっております。ただし会長、副会長を除く副議長及び会派推薦委員のうち2分の1以上、すなわち4人以上から招集請求があれば、会長は会議を招集しなければならないとされています。次に第5条関係については、代表者会議は会議公開の原則にのっとり、原則として報道に公開することとなっております。最後に第6条関係については、代表者会議の議事は構成委員の意見を聞いて会長が取りまとめることとなっております。ただし議事がまとまらないときは、条例第8条第4項に基づき大阪会議本体で決することとなっております。お手数ですが、資料1-1、大阪戦略調整会議の運営について説明したいですが、に戻っていただきまして、上から4つ目、議題の提案方法ですが、議題は委員たる組長及び議員が提案することとなっております。次に議題の取り扱いについては、原則定例会ごとに議題設定取りまとめを行うこととなっております。会議は委員間協議を基本として、取りまとめについては会長が会議の方向性を取りまとめて確認することとし、必要がある場合には条例第8条第4項に基づき会議で決することとなります。ただ一つの定例会で取りまとめに至らなかった議題については、次回の定例会で継続して協議を行うこととしております。議題によっては年間を通じて協議を行うことも考えております。次回定例会の議題は各定例会の最終回で決定しておく必要があると考えております。最後に委員の出席については、委員の代理出席は認めないこととしております。以上が会議の運営および代表者会議設置規定に関しての説明となります。それでは早速ですが、委員の皆様でご協議いただきたいと思います。これまでのところでご質問およびご意見、意見交換をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。問題点2点指摘をさせていただきます。まず1点なんですけれども、会長の議事整理権について再度もう一度確認をさせてください。こちらの方の書き台では、会議の進め方で代表者会議にかかっての選定決定すると、まず会議運営についてですね、次なんですが、正し書きですが、議事がまとまらないときは条例代理4項に基づきということで、これは今回の会議でも、いわゆる多数決を決めるというふうになり、で、代表者会議の設置規定の方、資料1の2の方もですね、6条の方ではただし書きで、議事がまとまらないときは、条例8条4項に基づき、会議の決定です。これは本来の会議で決めることになります。ちょっと資料を作っておきましたので、確認いただきたいと思います。どうぞ、終わってください。我々選挙で選ばれた公選職が集まる、ちょっと、我々選挙で選ばれた、議員が集まる会議体ですので、国会法をちょっと参照にですね、国会法がどういう規定になっているかといいますと、国会法の55条の2の第1項のことですね、
これは議長が議事の順序、その他必要と認める事項、これは会議の運営事項ですけれども、それについては議員運営委員長および議員運営委員会が選任する議事協議、まあ、これは国会での話ですが、まあ、一定諮ると、まあ、協議はすると。しかしその場合においてその意見が一致しないときには、議長はこれを裁定することができる。議長に裁定権が与えられているんです。でこれは選挙で選ばれた公選職の会議体の中で、その民主的正当性を有する議長は一定のやっぱり重みがあるわけです。ですから協議はまずしますと、議事運営について。だけれども決まらない場合には議長が裁定権を有するということをもうはっきりと国会論に明示されているわけですね。でこれとの違いを地方議会でなぜ違うのかのやっぱり論理をですね、まあ、ずっとこの議事整理権の中に運営権、運営に関する事項についての決定権が会長にあるんだということを僕は言い続けてきたんですが、それを認めない側の方がなぜこの国会法の立て付けと違うのかということをきちっと説明していただきたいと思います。すなわちですね、議事というものと議事の順序と会議の運営に関する事項というものはこれは別物です。法が認められています。これは別物にしてあって、両者分けてですね、当然議事は会議体の多数決で決める。これは当たり前です。これは憲法56条の2項で議事は多数決で決める。ところが国会法の方では議事の順序と、まあ、議事の順番とか会議に関する事項についてはこれは国会の多数決で決めるんではなくて、議長の裁定で決める。もちろん協議はします。協議でもなお意見が一致しない場合には議長が決めるということをはっきり明示しているわけですから、これはもう国会法のこの趣旨を当然この会議体にも今回大阪会議にも打倒させるべきだと考えています。そしてもう一つはですね、重大なこの結果があります。こちらの大阪会議には意思決定において重大なビデオが、これはもう大阪会議が成立しないぐらい重大な結果があります。これは大阪会議の問題点なんですけれども、一つはですね、一つはというか大きな問題点は、大阪会議の会長に一票の権利がないということが非常に問題です。といいますのも、これは地方議会の慣行に基づいてですね、議長には1票はないと。で、可否同数の場合だけ1票があると。まあ、何の考えもなし、多分今そうなってると思うんですけども、まあ、なぜ議長に1票が与えられないのかというとですね、実は可否同数の時の最低限というものがきちっと法律上明示されているから、議長には1票与えられていない。どういうことかというと、国会法の、ごめんなさい、憲法の56条の方にですね、可否同数の場合には議長には1票は、可否同数の場合には議長は裁定しますよ。それから地方自治法の116条の方もですね、116条にも可否同数の場合には議長は裁定します。でそれを受けて地方自治法の116条の2項にですね、そういう可否同数の場合の議長裁定権があるから、まずは1票は行使させませんというのは、1票行使させてしまうと1票の権利と可否同数の時の議長裁定権って 2票与えられることになってしまうので、これは1票まず最初に与えません。可否同数の時の議長裁定権です。すなわちきちっと可否同数の場合に議長に裁定権を渡すんだから、だから最初からの1票はこれは与えませんよということをきちっと長寿長では法文上明示してあってですね、それで議長の方には1票が与えられていない。で今回大阪会議の条文を見ますと、可否同数の時にどうするかということは一切書いていません。可否同数の時の議長裁定権というものは、会長裁定権というのは明示されていませんので、そうであれば会長に党協議の1票を与えるという扱いにするのが、これは当然のことであり、会長もこれは府議会議員であり住民代表なわけですから、相手の権利を行使するというのは当然であります。ですからちょっとこの2点についてはっきりとさせておきたいというふうに思っておりまして、会長の議事整理権については国会法55条の2第1項、それから会長に今
当初より1票の権利が与えられていないということに関しては、地方自治法116条の規定の趣旨から考えて、これは問題だというふうに考えますので、まずこれからについてしっかりと議論させてもらいたいと思っております。今橋本委員の方から会長の一票の権利並びに会長の議事整理権についての提言がございました。僕も同じことを言うと思ったんですけど、要するにこの進め方ですね、叩き台の自由なところは参考の会議の進め方と提案方法と議題のところがここに主導されるんですけども、一番目にこの会長が議事を進行するとしか書かれてないんですね。で進行してて、その決定に関してどういうことかというと、この代表者会議を見ての以上で議事の整理に資するために、協議調整すると。で代表者会議というのは協議調整するところで、そこで、決まるということよりも決まらないということを想定して、それをどないするかというと会議で決めるということになってますから、今橋本氏はおっしゃったように、一票もしてないと。で一票もしてない一票持ってないし、ビジネスの利点もないと。これは、公選職としてね、おっしゃったように、一票持つか、あるいは技術整理権持つか、どっちかなんですよ。技術整理権を持ってるから、一票がないという解釈は成り立つと思います。でも、単に進行するだけで、技術整理権は会長になくて、会議にあるということで、著しく会長の、存在がないがしろにされているという部分が気になりますので、一票があるんか、会長に、一票があるんか、あるいは一票ないけども議事整理権の会長にあるんか、そういうところの整理をする必要があると思います。他ご意見ございますか。はい、叩き台作っていただいた会長の方から聞かせていただきたい。基本的に今言われる前からこのことは議論してたんで、自分としては当然言われるような一票の権利、個人議員として選ばれてるんで、議員としては当然一票の権利は行使できるというのは考えています。でそれと合わせて同数になって、可否同数になった時は以上でもそうですが最低権利が認められているということも、それを合わせて、あるいは当然のことだというふうには思っております。市長がおっしゃって1点目については1点目で会長の議事整理権が国会法だと思って、議事整理権については、これは議長としては当然議事整理権は存在するというふうに考えている。いや、この肩時代がこのようになってないので、それは会長が作られた肩時代ですから、これを作られた時の、思いを市長にお答えいただいたらどうでしょうか。大臣、これは、肩時代は今までの問題点を提示したペーパーであって、会長の思いが入ってるもんでも何でもありません。問題点を提示してるだけなんで、だからこの肩時代で会長案で出してるわけじゃないのに、なぜ会長の考え方を聞くんですか。それは意味がわからない。この叩き台は今の問題点を整理した単なるペーパーじゃない。だから会長の叩き台ではなくて、自民党としての考え方を言えばいい。いやいや、会長がまとめて叩き台として私たちに持ってきてくれなかったので、会長のお考えを聞きたい。会長がまとめたっていうか、単なる問題点の整理ペーパーだった。意味が分かる。そもそも会長に議事整理権というものが与えられていないので、会長が叩き台をまとめることすら本来できないはずですから、これはあくまでも会長が司会役としてみんなのその問題意識をまとめたものなので、それぞれの問題意識を語ったらいいんじゃないですか。で一言これ言わさせてもらいたいのは、僕はもう早くこの手続き問題を早く決着させて議題に入りたいんですよ。議題にですから何も無理難題を、言ってるわけではなくて、国会法というものについて、国会法、公選職の集まりの国会法でも議長には最低限与えられています。で会長の考え方と少し僕が違うのは、
1票の、当初のこの当初と言いますから会議体での1票です、ね、議長再提言は成立はしません。どちらかです。しないと2票を持ってしまうことになるので。ですから会長は先ほど1票も持ち、再提言も持ちと言ったんですけど、それは多分法律上認められないと思いますので、どちらかだと思うんですね。ですから、あとは自民党のや維新の会以外の皆さんが、通常の常識に照らしてですね、議長に議事整理権としてきちっとそういう決定権を渡すのか、ないしはその一票の権利をですね、渡すのか、そうでないと会長は議事長が選べということです。いや、でもこれは通常であればもう一票の権利でいいと思うんですよ。ここ何もどちらかといえばというか法文上ですね、議長再提言、この工作会議を定められる。ちょっとお話をしたいと。ちょっと、いや、ちょっとまだ終わってないので、何かというと、一票を持つことが原則なので、一票を奪うんであれば、法文上それを無視しなければいけません。ただ、大阪会議の条例では、会長の一票を奪う、そういう法文上の規定がありませんので、地方自治法の116条の2項では、議長は議員として参加することができない、はっきり書いてます。その代わり議長再提言がありますよ。今回はそういう規定はありませんので、会長にしっかり一票があるってことを、条例には何も書いてないので、当然会長に一票あるという前提で進めるということさえ確認できれば、それでいいと思うんです。いいですか。今2点目はね、この叩き台に書いてないんで、会長の思いは別に聞かんでもよかったんですけど、叩き台に書いてあるのでね、で私たち、多分皆さんそうやと思うんですけども、会長から説明指示があって説明に来ましたということで、我々事前にこのテーマをいただいて説明を受けて、で今日も会長からお話があったんで、特に会議の進め方、7条3項と8条4項、特に会長の議事の進行についてのところは、これをまとめ終わった時の思いを聞かせていただきたい。でその後、我々も自分の思いをお伝えしたいと思っています。基本的には、1号104条、議長の責任の工夫から、臨時会長の指揮官というふうに、議長の権限として、議場の秩序を保持して、議事を成立してしっかり書いていますので、その今井会長の権限は、その権限を臨時的に指揮官というふうに思います。そして、議場の築城解説によれば、議事整理に必要な議長の権限として、議員の出席、催告、長その他の執行機関の構成等に関する出席の要求等が、あるが、その他一般に議事の整理に必要な権限、例えば議員の発言を許可して採決の方法を決定するなど、全て議長の権限に属するものであって、具体的に会議規則に、規定されなければならないというふうに書いてますね。それが基本的な考えなんですね。だからそういうのはやはりここにきちっと書けばええ話であって、我々は一刻も早く本来の議題に乗っ取って議論するのが大事なので、そのあたりを整理をしていただきたいというふうに思います。だから今の竹山市長の話ではどっちなんですかね。この会長に議事権と一票を渡すということを書き込んでいいという話ですかね。いいと思いますよ。書き込めばいいです。ただ議事整理権の範囲というのはありますからね。議長の権限を自由に乱用するようなことはあってはならない。はい、それは思うんですね。はい、ただ堺のね、市議会でも同様のその条例が出てきて、そこにはそういうことにされてないんですけど、なんでですか。それは提案した人に聞いてます。だからそこに書かれてないと。で、市長がどうされるのかに対して。それについては、本来は議長やその他2の手でやるべきですよね。ちょっとこれ整理しなきゃいけない。竹野市長はちょっと勘違いされてるところがあると思う。勘違いというか、ちょっと話が今錯綜しちゃってるんですけども、会長の一票の権利は、これは条文上何も規定がなければ一票は認められるんですよ。だからまずそこを条文上一票をなくしますよと、地方自治法の竹野市長が今地方自治法の140条議事整理権の臨水解釈を言いましたけども、議長の一票については地方自治法の116条の2項に
明確にその議員として参加することができないというふうに規定があってこの議長の一票を奪われてるんです。ですから大阪戦略調整会議の条例には議長に一票を与えませんよということが書いてないので議長の一票があるのは当然なんです。だからそれをちょっと思考停止してしまってですね、地方議会の方でその同時地方116条の第2項があるからそれで議長に一票がないので、ね、それをそのまま大阪会議の会長にも当てはめてしまったのは大間違いです。ですから大阪戦略調整会議の条例には会長には一票与えませんよと聞くってことは書いていませんので、可否どうする時の議長裁定権もない、きちんと明示されていませんし、それとの引き換えにその会長の一票を奪いますよという規定がないので、まずこれは明確、まずは会長に一票があるということはもう当然のことだということはまずこれは確認しなきゃいけないので、でこれを今日の28日ですか、大阪会議があるときにちょっと議員メンバーみんなで地方自治に116条の2項をちゃんと頭に叩き入れてですね、会長には一票あるんですよ、会長の権利を奪う規定は大阪条例、大阪会議の条例にありません。まずここを確認しましょう。で次、議事整理権についてはこれは竹山市長は地方自治法の104条の類推と言いましたけども、当然国会法の規定というものも念頭において地方自治法を解釈しなければいけませんので、これは国会法にはですね、先ほども言いましたけれども明確に55条の2第1項にはですね、議長は議事の順序その他必要と認める事項について一定協議はするけれども再度意見が整わない場合には議長の裁定に委ねますよということになってますので、地方自治法の104条の解釈の中に国会法の55条の2第1項の規定というものの趣旨も十分踏んだ上で議長にきちっと会議運営のですね、決定権を与える。ですからまず会長には一票があるということは大阪条例会、大阪会議の条例には一票奪う規定がないので、まず一票があるということは前提に、さらに議事整理については地方自治法の104条と国会の55条の2第1項によって、その会議運営の決定権がある、両方ある。ただ可否同数の場合の裁定権はこれはない、そういう規定が可否同数の場合に裁定するという規定が条例にはありません。それはない。ですから一票と議事整理権というのはしっかりあるということはこれしっかり確認はしなければいけないと思います。会長の方に、ね、先に会長の方に聞かせてくださいよ。これ作って来られたわけで、それから今市長がおっしゃってる2点について私は考えを申し上げたいと思います。いいですか、はい、どうぞ。今先ほど聞かれた時に議事整理権も必要であり、で あと可否同数の場合の個人的にあるというようなことを今申されたんで、それで2つとも有効にしてほしいという希望なのか、そこら辺はちょっと確認したいです、ね。いやもうできましたらそれは私のところですけどね。ただこの場ではそういう今日はまあ方向性を確認していただけたらと思うので、その方向に基づいて進みたいと思います。議事整理権の内容について規定の中に落とし込むべきだと思います。規定の中に落とし込むべきだというふうに思います。その前から、まず規定規約を定めるには最後は議事なので本体会議の方の多数決ということになると思うんですが、やっぱりその時の会長の一票というのは重要ですので、先日の会議では会長はその時に採決を加わらなかったんですけど、はい、どこにも大阪戦略調整会議の条例には会長は議事その採決に加われない規定がありませんので、会長が採決に加わるということであるように各団体で議事整理一応入れるよな、まあ、それは言ったぞ。前の規約では、前の規約では会長の議事裁定権を与える代わりに評決を出すという形を入れておったんですけど、その規約自体がこの間成立してないんで今は条例に戻っているので、条例で言えばだから議事整理権を与えないから1票与えるという考え、
かね。前の議論から抜いた。さっき同級の議長裁定権です。いやいや、議長裁定権というのはね、全体30人で議決するときには必要かもわかりませんけど、それは何も書いてないわけで、今は会長が1票あるのはね、大阪府のという団体の中での1票はあるんですよ。だから市長がおっしゃってるのはね、まあ、ちょっと会長さんの意見聞いてからですけどね、この2枚はすごく矛盾する2つだと僕は思うんですよ。で、我々の考えはね、各団体でそれぞれ多数決をやるって言うてあるわけです。会長の1票は初めからありますよ。そういう考えから言うと全体については全体についてはどこにもないじゃないですか。30人で多数決をすることについてみんなが反対したじゃないですか。だからそんな市長がおっしゃってるようなことはないんですよ。市長が想定されてるような場はないんです。いや、そしたら議事整理権ですね。いや、とか議事整理権、いや、まあそれは会長の意見聞いてから考え申し上げます。会長は大阪府の議員の人じゃないですかね。そうそう、ちょっとすいません、すいません、先ほどの方は正確に言わせていただきます。規約、もともとの規約にありましたのは、会長が属する団体の議決が可否するのには、当該団体に対する議決は会長の議決ということです。で、全国本部の場合には会長はいいという議決があるので、だから各団体ごとの採決の、議長採決権という形です。全体というよりは、各団体という形で、前の規約は成立しておりませんけど、前の規約ではそういう形で。で、今回のだからその規約も飛んだので、はい、そしたらもう会長にはもう1票がもう当然あるわけですね。各団体今は条例上は何も書いてないという形で。いや、だからそこの確認なんですけどね。その前回規約ではそういう形で。いや、だから確認なんですよ、こう言ってるように。だから前回の規約でね、各団体に属する、会長が属する団体では、可否同数の最低限があるから1票がなくなったんですよ。でもその規約がないんで、今回は各団体に属する会長が属する団体の議決においても、ね、ちゃんと1票ありますよってことをちゃんと確認しましょうと、それだけです。ちょっと、まあ、会長まず第1点目ね、会長からちょっと考えを聞かせていただきたいのと、で、その後私の、何度も申し上げますけども。結論を導く前には意見も言いたいですし、はい、条例もともと起案をさせていただいたのが私たちですので、私たちがどういうつもりでね、条例を作らせていただいたかもお伝えをしたいと思います。条例 の, こういう文字はこういう気持ちで作ったというのを伝えたいと思います。まあ、今ちょっといろいろ話出てますけど、議事整理権に関してなんですが、条例第7条第3項では会長は大阪会議の議長となり、議事を整理するというふうに規定されています。それに沿って円滑な会議運営のため、会長には議事整理権が付与されているものと認識はしています。なお会長の議事整理権の権限の範囲については、会議でこれは決めていただくものというふうに認識しています。そのため今回会議運営についての叩き台を示させてもらっているんですが、先ほど橋本委員からのお話で、議事の採決において会長は一票をこう与えるというのは当然のことということになっているというのについては、もうその通りというふうに思います。はい、じゃあその上で多分ね、会長がこのたたき台を作られたときは、この前の歳議で、松井知事と私のやり取りを聞いていただいた上で作られただと思います。でその上でさらに不十分だなと思ったのは、会議の公開について、会議については公開すると書いてますけれども、会議の時に松井知事に聞きました。公開っていうのは、知事の、自治権侵害という言葉は知事は使いませんでしたけれども、私から改めて自治権の侵害ということを使いましたけれども、自治権の侵害に当たるんですかと、この公開否かということについては、それは当たると。だから、これは、測ってくれということですね。それぞれの各団体の過半数で測ってくれということです。同様に会議の会議ですね、議題の選定、議題の協議順位、議題の協議等々、8条4項の5条
全てについてですね、各団体で働いていただきたい。それはですね、会長が暴走という言葉を使われたら、ちょっとまた議事録今日準備しといてって言うたんで、あの議事録のコピー出してほしいんだけども、あの明確に再議任に出してはるんですよ。だから松井知事、まあ、首長の権限もしくは我々議員もですね、それらについては全てね会長に全権与えるわけにはいかないという認識で一致していると思います。2回でこれはね、これはね、まあ、我々がですね、あの条例を作らせていただいたときに、当初から、まあ、あの第1回の時に市長から私に対して質問がありましたように、7条の3項それと8条の4項、これは法定協議会でやっぱり嫌な思いをしたから、これは会長に全てを与える総理するようなことはやめましょうと、きちんと会議に諮って物事を進めていただきましょう。大阪会議っていうのは多数決で物事を決めるよりも、まあ、きちんと話し合いで一定の方向性を確認し合って、府市堺がですねそれぞれ大阪のために物事を進めていただく、そういうツール機関なんでね、できればそういう多数決でないような形で、会長もあまり勝手な進行しないように、まあ、枠をはめたものです。ですから条例を作ったもののそもそもの思い、それとこの前再議理由としてですね、松井知事に何度も重箱の隅につつくなどおっしゃられましたけども、私たちは正確に先ほど竹山市長がおっしゃったように、会長に与えるべきものは何かということを知事に質問をして、ここに明記されているもの全て会長に全て与えてはいけないおっしゃってます。なぜかいろいろ議論をしました。会期は何月何日にします、もしくは議題はこうしますって言った時に、ね、会長に全部の権限を与えていたら、知事はですよ、自治権の侵害に当たることを宣言されたらどうしますかって聞いたわけです。今橋本市長がおっしゃってるようにね、会長に全てを与えちゃってですよ、ここで全然まとまらなかった、採決を取ってもうまくいかなかった、でも会長がこうするって言ったことが自治権の侵害になったらどうしますのと聞いたら、いやそれは各団体の過半数で消したらいいじゃないかと、これが再議理由だったんです。ただ今こういうことをおっしゃってるのは非常におかしい。いやあのね、花屋委員はね、そもそもこの会議の目的をまず理解をされていないと思います。いや要はこの会議は現在 の、 あの条例とで、今まで、まあ、代表者会議、まあ、準備会合というそういう今までのやり方では大阪 の、 あの課題を解決するための議題すら上がらなかったテーブルに、この問題点をこの会議で解決しようというのが今日の、まあ、代表者会議と言われるこの会議なんです。だからその、問題点はどこにあるのかということになれば、僕は重箱の隅につつくなというのはそういうことで、要は会長の議事整理権として議題の決定権、でそれをいつまでに、議論して答えを出すの、答えを出したところで実際にそれが大阪府と大阪市がそれに従うという、そういう、義務も負いません。でも大阪会議としてこういう考えですよというのを一度表に向いて表明をしていく、そういうこう表明の場所なんですね、大阪会議っていうのは。だからその表明まで行くのには会長に議題の議事整理権がいる、まあ、議題を選ぶ権利も会長にいる、でないと何を議論するかのまず議題を載せるところまでで揉めてしまって、一切前へ進まなくなる、一切前へ進まなくなるのが問題だという意識を持ってるんでしょ、持ってるんでしょ。じゃあ議題の議事整理権を会長に渡せば物を進むじゃない。
そのため の, それのを組み替えちょっとペーパー配ってもらったんで見ました、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 見ました。大阪会議の問題点は僕は散々もう言ってきたんだが、大阪府、大阪市、堺市の3つの団体がそれぞれ集まって話し合いで解決する、すべて話し合いで解決するのは無理ですよということで、僕は大阪府放送広域行政はもう組織を一本化しましょうと言ったんです。まさに今花屋にはですね、大阪府以外の話をいくら持ち出されても、僕は松井知事が何を言うかそれは知りません。これ僕のペーパーは僕の名前で出してるんです。矛盾しますよと言ってるのは、まずは花屋議員は松井知事の発言と僕の発言が矛盾しますよというふうに言ってるのは、それこそ大阪会議の欠点があるんです。これ矛盾した当たり前なんです。考え方が違うんです。だからここで理屈をいろいろ議論するのにですね、今府議会でのこれ議事録なんか出されても僕は知りません。だから僕のそのペーパーについてきちんと回答いただきたいんです。松井知事がどう言ってたかという話ではなくて、この竹山市長は規約に落とし込むべきだという、で僕は規約に落とし込まなくても国会法についてね、きちんと、ね、議長に、ね、その議事の順序について、ね、議長に最低限もちろん協議はしますよ。当然一定まず協議はするけれども、意見の一致を見ないときには議長が裁定をするという規定が国会法の55条の民にきちっと定めてあるので、竹山市長は規約に落とし込むべき。僕はこの議事の順序とかこういうことについてはもう規約なんかに落とし込まなくても国会法をそのまま順用すればいい。でその考え方について松井知事が発言していたかどうかということは関係なくきちんと理屈で答えてもらいたいんです。今これ府議会の議事録出されても、これはもう僕は知りません。府議会の議事録、はい、はい、まあ市長と松井知事は、まあ、同じ政党でね、2人一緒に全ていろいろやってこられて、まあ、ここへ来て府知事局長が違うんだって言われても非常に困ります。で、ね、ここでご覧いただいたらいいように、このペーパーのね、下から松井知事の2行目のところから見てくださいね。会長の議事整理権、そしてあまりにも会長の横暴な会議運営であれば各議会の過半数でもってそれを止めれるわけです。まあ、このルールの中でぜひ前を向いて大阪会議に自民党の皆さん出てきていただいて、将来に向けてと、まあコーナーするわけでね。いや、これは私たちそもそも条例を作らせていただいた時の思いですので、で今回も松井知事がそうおっしゃる、つまり維新の会の皆さんもこれ同等の思いだと思って我々は出てきています。会長、すみません、足元でいい。これですね、今松井知事と、まあ、僕を同一するという話をしたらもう、それいらっしゃるし、いや、公衆衛生研究所とかですね、環境科学研究所についてはね、自民党の府議会では賛成しているものも市議会では反対しているわけです。だから自治体というものは3つあるというのはそういうことなんですよ。だからそれを解決しようというのが大阪都構想であってね、これは松井知事の発言があるからといって、これは何も維新の会の発言ではありません、ね、これは大阪府知事の発言ですから、僕自身がこれ言ってるですね、議事整理権について議事の順序については議長が提出するときちっと国会法に定めてあるので、なぜその国会法のね、その趣旨がこの大阪会議に妥当しないのか、そういうことを教えてもらいたいんです。会長、会長、あのね、何度も申し上げてきました、我々この大阪会議の内あのそもそもの条例に基づいてこの会議を開くことだと思うんですけども、そういうふうに、まあ、違法な点があるんだったらなぜ採業されなかったのですかというのが1点、それともう1つ、我々はこの条例を作らせていただいたときに、まあ、前例を思い描きながらそういうふうにならないようにという思いで作らせていただいた、そういう意味ではご質問していただいておればですよ、維新の会の方々があるという報道でですね、そこに問題を感じておられるんでしたら、会長の議事整理権についてもですね、そういう質問をしていただいてから、すでにきちんと討論してたと思います。会長、松井、この会議のそもそもちょっと花屋委員がよく分かってないようなんで、俺昔に、議会でこう言ったじゃないか、それからあの委員会で、答弁に立った時、維新側がこういう質問したじゃないかと、もうその、昔話を今してもらったら困るんです。時間もあるんです。要はこの会議に出てこられているということは皆さんに確認したいんですけど、本当に大阪の二重行政の問題点テーブルに上げたいんですかということです。上げる方法はどうなんですか、それぞれが、この話をこういう話をテーブルに上げたい、
ということをそれぞれお持ちだと思いますけれども、それを全部、本体会議の中で、採決をすれば、採決でどれかに決めようとすれば、ルール上議題すら決まらないのが延々と続きます。そんなことないです。延々と続きます。そんなことないです。だから皆さん、いや決まらなかったんです、この間に。いやこの間前回決まらなかったし、自民党は決められようとすると決定した。いや決めたくないだけで、そんなことない。事実に基づいてもの言ってください。事実に基づいて、だから皆さん本当にテーブルに載せたいなら、会長の議事政治権の中で議題決定権が会長にあると。その議題について賛成反対はそれぞれ最後に意思表明していただいていいですよ。でもその、大阪の二重行政を解消するための、議題をテーブルに載せる、そこまでは、ね、会長が議事政治権を持てば進むんです。そこまでやりたいかどうかです。会長、あのね、はい、いや松井知事は決まらないようなことをおっしゃるけどね、決まります。あのきちんと我々申し上げたんじゃないですか。知事市長たちが提案してる議題の中で、ね、いやなんで前回決まらなかったのか、なんで前は全然違う議題の中で採議の時にもお答えをしましたけども、研究所のことについて議題に上がってきたら、私議題にしたいと言うたら我々は賛成します。そうするとあの大阪府でも大阪市でも堺市でも過半数になるじゃないですか。決まるんですよ。進むんですよ。竹山に議論できるんだよ。あの橋本市長さんが作ってる会長の、はい、あの評決権についてはこの条例の中で大阪府の中の評決権を持つとはっきり84項に歌ってますので、それは改定しましたね。いいですね。これいいですね。84項ね、一気に書いてますね。出席の時に属する委員には会長が含まれますので、会長は評決権を持つ。だから全体会議の評決権じゃなくて、この中で評決権を持つというふうになります。8条4項の中の評決権を持つ。いやもうそれだったら、それいいですね。だから前規約ではこれが会議同席評決権はなかったんでしょ。いやありました、条例に書いて。これ条例、規約の時にはなかったんで、規約案の中では、会長の評決権をなくした形にして、条例はもう法の規約案で、条例がないと覚えないということであれば条例に戻るということになろうか。そういう規約だったんですか。だから、もうちょっと確定、もういいんですよ。だから次はもう一つは議事制理権、はいはい、じゃあ、その確認だけ、その確認してください。いいですね。また議員賞に一票あるということは、あの府の中の一票はあるということですね。84個、はい、そう、じゃあそれについてご意見ありませんか。うん、いいですか。はい、はい、はい、そうです。はい、そうですね。はい、あ、それについてはそういうこととしてここでは確認させていただきたいと思います。はい、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 私は本日のこの叩き台と代表者会議設置規定については基本的には賛成です。前に進めていきたいの、そのためには賛成です。そしてここで役割がしっかりと書かれています。会議においては会長による大阪会議にかかる議事の成立に資するために次に掲げる事項について協議調整する代表者会議で協議調整するということで、会議の会期とか議事の選定とか協議順位、協議方法、その他会長が必要と認める事項について会長独断でするんじゃなくて代表者会議でやるということが書かれてますので、私はこれにのっとって今後運営すべきだというふうに思います。以上です。会長、橋本委員、あの代表者会議で測って決めるということは賛成です。それは賛成です。で最後もう一回その8条4項に戻るというところはちょっと一旦置いといてですね、まだこれ結論が出てないんですよ。あの議事整理権について、会長が単独で持つのかで、これ花屋委員はですね、暴走するのを止めなきゃいけない、まあ、暴走というか知事が知事のこと、まあいいね、でそれはですね、議案の中身についてはね、やっぱりそれは暴走っていう、そんなこと書いてない。いやだからそれは知事の発言で、法の趣旨はね、議案のその中身については当然どんなの暴走を許しちゃいけませんけども、国会法の55の2っていうのはね、やっぱり会議の運営については、これは暴走の問題じゃなくて、中身についてはだから言ってません。はじめそもそも条例に書いてあるから、だから会議の運営については別に
議長に権限を与えるというのは、これ国会法でもそういう規定になっているわけです、会議の進め方について。ただこれは竹山首相が言うように前に進めなきゃいけないというような趣旨もあるのでね、これは代表者会議でね、これ討議して、あのね、もうこれ議題の話、何をするかということを話してですね、ただし、規約のこの正し書きのところはちょっと落としておいてですよ、まず議題についても協議しましょうよ、それは。そもそも規約が、まあ、あの当初、1回目のときに、まあ、なくなってしまったというのが一番、まあ、この会議の運営で、まあ、今、この前に進んでないという状況なので、今日、せっかくこのただ議題をちゃんと指定していただいたんですから、これをもとに、きちっと疑われているというふうに思っておりますので、代表者会議の中でも、その協議が整わなかったときには、その今回にかけるというような条項でちゃんと書いてるわけですから、会長もこれで一定も、この代表者会議とこの運営の進め方について、を一度確認していただいて、これをもとに進めていきましょう。いや、会長、足元に。それはそもそも応募を許さないというふうに言われてるわけですから、多数決の応募を許さないと言ってることから矛盾しますよ。だから応募を許さないというのであれば、我々も議題について協議することは応じますと。で、この叩き台についても、このただし書きを除けば応じますと言ってるんですから、それをもう一方的にですね、これでいきましょうというのはそれは違うと思うんですよ。もうこれ、やっぱりお互い譲歩し合って、我々ももうこの議題、協議入っていく。それから叩き台についても、この正し書きを除くとは同意すると言ってるわけですから、一旦置いといて、この正し書きを除いた形で規約を成立させましょう。質問したいです。で、後でまたこれ議論したらいいじゃないですか。正し書きのところをね、落としてしまって、議事の決定はこれ、これが代表者会議になるのかどうか、次の、テーマになってますけども、どうやって、いや、もうみんなでだからやっぱりそれで、だからみんなで決まらなかったら、会長が決めてもいい、何も決まらなかったしょうがないです、だからそれは、いや、だからそれがダメだっていうことで、7条3項、8条4項にあるわけです、それは立場の違いで、何も決まらなかったときには、羽根屋委員たちは本大会議の8条4項ですか、これで決めるっていうのが、皆さんの考え方です。我々は会長を決めようというか、ね、いや、会長がここで意見がまとまらなかったら会長に決めさせるんですかと明確に聞いてるんですよ。我々は会長に決めさせるべきだという考え方ですけど、だからそれはダメだ、ダメだでしょ、そしたら花屋委員の考え方は本体会議の方の過半数、あの多数決を決めようと言ってるけども、それは我々がダメだと言ってるわけです。だからそこはもうお互いにダメだと言ってるよりはそこは置いといて、置いとけない、非常に重要なためじゃないですか。だからそしたら延々この議論をやるわけですよ。延々この議論をやって本体のその議論でね、その議題すらもう話し合いできないんですよ。だからこの話はもう置いとかないと。まず花屋委員に会長が我々側が提案する議題の順序を決める、それだけのことをなぜそこまで否定するの。いや、否定はしてないです。そんな通りでいいじゃない。いや、だからみんなの意見をまとめましょうよと。ただね、いや、それでいい、膨大なテーマが出てきますよ。え、膨大な、だから順位決める、それ順位を決めていく上でね、やっぱり優先順位は会長が決める、会長が決めるんじゃなくてみんなね。いや、おっしゃったじゃないですか、知事が参議で、会長参議でご自身がおっしゃって、会長にそれを与えられないとおっしゃったんですよ。会長、まずい知事、会長にあの時ね、重箱の詰めが会長に、要は提案するね、中身の話まで全て会長権限でね、こう要は排除されるのはダメですよという話です。皆さんが出てきたやつを、我々が出した議題を、これはやるけどこれはやらない、こういうことはダメ。でも全部出たものの順位決めるのは全然侵害をされているところには当たらない。いや、だってそれでいそうじゃないですか。いや、歳儀理由の一番のところですよ。それ、いや、会長、歳儀理由がどうやっておかしにならないでしょ。この意味わからん。この大阪会議で、はらにちょっと前提をね、きちっと決めなきゃいけない、この大阪会議で区議会の話してもしょうがないんですよ。いやいや、だからそれでまとまらないっていうのは大阪会議のね、僕らは大阪会議なんて何も話まとまりませんよって、そういうことです。区議会の話持ち出したり市議会の話持ち出したらもうまとまらないんで、そういうことではなくて大阪全体の議論しましょうよ。そして、ね、はい、なぜねこんなにこだわるかといえば、ちょっと資料早くいいですかね。はい、どうぞ。これなぜ第1回の時に大阪調整会議で大阪都構想の対案ということにこだわったかということなんです。これ全部ここに修練されるんですよ。見てください。
ていただきたいんですけどね。これはまあ、一部メディアがですね、都構想の対案という言葉にこだわるのはおかしいということを一部メディア言ってました。羽田委員はね、対案なんていうのは、これ一番最後の行に書いてますけども、大阪都構想は住民投票で否決されたんだから、今や対案なるものはないとか、何かそういうことも言われてたと思いますよ。だからそれは言葉の問題でね、まあ、大阪都構想というものがなければ対案がなくてもいいです。ただこれ、そういうコメンテーターも、対案というものはないですよねって言ってたコメンテーターも、まあ、代案と言えばいいんじゃないのとか、まあ、言葉の、そんな言葉遊びやってましたよ。僕が言いたかったのは、ここに書いてある通りですね、まず大阪戦略調整会議の、まあ、いろんな規約案とか、まあ、条例案、もう規約はなくなったので、条例案でいいですけどね、ここに二重行政の解消が、行政課題となる事項について、大阪府、大阪市、堺市がそれぞれ果たすべき役割、連携の方向などについて協議するというふうに書いてある。だから花屋委員はこれでもいいじゃないかって言うんですが、僕は何を問題視したかというと、これは例示的に示されているだけであって、必ずここでね、二重行政等の問題についてね、必ずここで協議するということがはっきり書いてなかったんです。だからその趣旨をね、ちゃんとこの大阪会議では二重行政の解消ということをきちっと、これを二重行政の解消をきちっと進めていきますよっていう会議会なのかどうなのかってことを明らかにしてもらいたいという意味でね、大阪都構想の対案と位置づけるべきだと言ったわけであって、言葉にはこだわっておりません。対案という言葉でなくてもいいんです。ただあの会議の目的に、ちゃんとこの大阪都構想 の住民投票議論で散々議論してたように、ね、大阪の二重行政の解消の問題をきちっとこれで大阪会議で解決していきますということがちゃんと答えればいいという趣旨でまず大体発言しました。そして二重行政の解消の話をね、これきちっとやっていこうと思った時にですよ、花屋委員は会長に権限を与えれば横暴になる、会長の独断専行になる、これは維新の会の会長だからです。自民党の会長だったら何も心配ないと思います。ただ逆に僕らからすると、あの8条4項の本体会議での多数決になると、今度は自民党や民主党公明党の皆さんが多数を持った時にはね、これ維新から見れば多数の横暴になるわけですよ。だからもう多数の横暴をやめようという、花屋委員から見れば会長に権限を与えるというのは多数の横暴には、これ維新の会の会長だから、僕らから見て8条4項のあの多数決になると維新が少数だから多数の応募になる。この議論を延々やっててもしょうがないので、決めるにはね、みんなで本体会議のところでみんなで話し合って全員一致でやるしかないんですよ。だからそれやりましょう。だからここで正し書きを入れるってことは、自民党、民主党、公明党、共産党が多数持ってるから多数で決めたいというだけです。我々会長の方っていうのはね、だからそういう方はやめて本体会議でも協議しましょう、議題で協議しましょうよ。こんなところでもう議論するんじゃなくて、もう早く進めましょうよ。でどっちに、もう僕らもそれだったら会長、はい、そして、ね、僕らも花屋委員がこの正し書きの方をまず、花屋委員というか自民党、民主党、公明党、共産党の方がね、その他堺の堺の皆さんが正し書きのところを一旦下ろすっていうんだったら、僕も会長の議事整理権下ろします。話し合いでやりましょう。もう下ろしますから、お互いにまず下ろして、ね、休戦協定しましょうよ。で議題に入りましょうよ。はい、はい、先ほどこの点を聞きたかったんですよ、うん、全員一致で前に進めましょう、全員一致で前に進めることは大賛成です。議題の選定について、ね、そうです、そうです、ただ出口はね、これはそれぞれの団体で異論があるでしょう。だからまあ、我々としたら、うん、市長もそうかも分かりませんけど、我々も不信感があります、はいはいはい、ね、まあ、同じように維新以外から会長出てきたら皆さんが不信感があったかと思います。だから先ほど市長が正し書き以降はちょっと棚に上げて次回をやりましょうとおっしゃった意味合いをね、もう一度聞かせてほしいけど、我々は正し書きを入れたまま第1回やって、それでもどうしてもあかんかったらもう一回この正し書きを考えましょうということもありかなと思ったんですけど、大丈夫、そこはちょっと一度聞かせてください。大丈夫、そもそも規約で明示したらそれが全てになるじゃないですか。もうそれで押し切られるわけです。だから棚に上げるというのは書かないということです。書かないということはどういうことですか。だからその正し書きを書かずに、いや、棚に上げて今後またさらに盛り込むこともあるということです。だからそれはみんなでまた議論して、そういうことが成立すれば盛り込んだらいいんじゃないですか。だから逆もあるんじゃないですか。どういうことですか。だから一度、もともとね、会長が汗かいてくれはった叩き台でこのまま行って、あかんかったら、あかんかったら、正し書きを抜いたらいいんじゃないかと。会長、逆です。書いてしまったら、今度はうんと言わない限り消えないじゃないですか。
消えてる状況だったら今度は全員がうんと言わない限りは書き込まれないんでね、お互いにまず棚に上げるということを書き込まないで何もない状態にしておかないと、これを一旦書き込まれたらもうそのまま進められてしまうわけですから、全員一致でないとこれは消すこともできないんですからね、多数決でこれ多数を取らない、だからまずこれは議案をまず進めましょう、大阪会議でね、話を前に進めるために議事整理権についてこれはお互いの立場でお互い どっちかが多数でどっちかが少数なんですから、延々この議論をやらざるを得ない、で大阪会議はこれ決定の方法を本体会議に持っていったらこれ決まりません、第1回みたいなこれ持っていったら全部否決になるんですよ、そしたらもうそんなもうあの不毛なね、そんな時間の勝負をやめて一旦この正し書きのところを外しておいた上でどっちにしろこれ協議で決めなきゃいけないんですから、多数決決まらないんですから本体会議、それだったらもう協議で決めらざるを得ない、これが大阪会議ですよ全員一致で、うん、私今の委員が言われたように、もうあのこの話し書きのところと都議選挙については一応、まあ、会長了解のもとで、ね、一回今の意見で前に進めて、前回一致で全員協議の中で進めて前に進めなきゃいけないんですから、一旦そういうことを整理していただいて、で前に進めるということ、前回原則として、これは形書きもまとまらないということを前提に形書きとして見せるわけですから、まとめるということを前提とした上で進めるということで、いかがでしょうか。林先生、正しいか。林先生、正しいかを取るっていうおっしゃってるのと、これはあの、いや、はい、どうぞ、はい、取るということ、取らへんね。いや、取るということですよ。いや、それで、その上で前回一致でそのこの一緒じゃない、そうそう、あるもないも一緒じゃない、いやだからそれはあるかないかは大きな違いなんで、いやまずは方法は全然違いますね、出ないと前に進まない、この大事な会議の中にでも結論が出ないわけですから、全員一致しかやらないから正しいあってとかいいじゃん。いや、はい、それは会長の思いはどっちですかね。僕ら会長の思いは抜いたら、いただきたい、ちょっと、あの、ちょっと、すみません、やりましょう。全員一致。正し書きがあるがゆえにね、ここまで議論になってるんで、会長が正し書きを入れたっていう真意は何なの。いや、これね、あの、そこしっかりと、はい、あのね、申し上げます。まずこれ、大阪会議の議事進行にあたってはね、あのこの代表者会議の設置要項なかったとしても、条例第7条第3項で、会長は大阪会議の議長となり、議事を整理すると規定されているということやから、当然、会長の議事整理権に基づいて会議を運営するものと考えているわけです。これは1点です。で、2点目に、例えば議題の選定、議題の協議順位、議題の協議方法を以外に会長の議事整理権は何があるかということを、その根拠は、地方自治法第104条で議長の議事整理に関することが規定されているということと、その築条の解説を見ると、まあ、会議の宣告、議事日程の決定、議案の朗読、提案理由説明、委員長報告、質疑討論、採決というように順序よくこと議事発表も議長の職責ともされているわけです。でだからしたがって、発言の許可、発言の制止、評決方法の決定なども会長の議事整理権の範囲内と考えられているので、それに基づいて全会一致進めるものというふうに解釈しています。正しい訳、正しい訳はもういらない、正しい訳はいらないというだから、これあくまでも事務方と中心にあったんやけど、あの叩き台というのはそこにあるわけです。みんな意見聞いて自分の独断でできないという。会長、はい、ですから前に進めるためにはいずれにせよもうこの議事整理権の問題は延々繰り返してもしょうがありませんが、お互いに休戦と、でこれは規定を残したまま休戦、これ休戦になりませんので、ね、それはやりようによってはもうこの規定で推し進められますから、まずはこの会議の進め方の正し書き、それから取りまとめのところについてのまた条例第8条4項に基づき会議を決定するというこの言葉、それから代表者会議のところでの第6条の正し書き、一旦この文言をまず落としてですね、で規約まとめて前に進めましょうよ、まあ、もう全員一致でやるしかないんですから、これだからこの多数決のこの話を持ち出さずにですよ、もう延々これ議論です。またこれすら決まらないんですよ本体会議に。だからまずはこれを外して、あの議題の選定に移りましょうよ、今日やりましょうよ、
あともう20分ぐらいしかないんで。大丈夫。それから会長の思いは今、この正し書きを、ただき台の正し書きを発揮して、規定は第2条そのまま全部生かしていくということですね。え？規定の第4次閣議設置規定の第2条はそのまま生かしておくということですな。役割のとこ。あ、役割のとこ。うん、そうですね。これそのままで、そのままで。はい、そのままです。6条の第4次規定の6条の正し書き、それから会議運営については会議の進め方の正し書き、で議題の取り扱いについての丸の1、2、3、4番目の条例、8条4項これ外してもらっても進めましょうよ。議事整理権がどっちにあるかの話もこれやってても永遠に何も進まないんで。会長林委まあ、これ事務局が叩き台として、まあまあ変な話ですけど、叩きとして考えられたものですから、その提案者側の意見でもないわけですので、そこで先ほど冒頭から話があったように、会長の見解を、官邸の見解として聞いたわけですので、で今、会長の最終的な判断で、私は会議を進めるためには、ちょっとこの件について前に進めると、前回一致が基本だということを前提に、この代表者会議も、まあ、次からきちっと代表者会議で協議をしてで選定、まあ、それぞれの項目を決めるというのが、まあ、代表者会議の位置づけやと思ってますのでまずそれを決めてください決めましょう規定を決めるちょっと待って だから本体の全会一致に付するためにここで全会一致にしないと本体の全会一致も決めれないということになってしまうんですか。だからここは何かしらの一定ルール花や院も本体会議に挙げたいこともあるだろうし僕もあるだろうしだから本体に挙げるのも全会一致ですこの代表会議も全会一致にする本体は全会一致でいいんですよ。だから今言ってる話は本体は全会一致で決めるいや違うじゃないですか。あ本体でじゃあギアの中身じゃなくて運営方法についてね。議事制定は全会一致で、それは本体の方の全会一致で決めるわけじゃないです。どの順序でやるかっていうかね。どの順序でやるか。で、僕らはじゃあ例えば具体例で言うとね、じゃあ大学の統合と水道の統合からやりたいっていうふうに言うじゃないですか。でもこの場でいやそれは違うとか順番が違うって話になったら、それすら本体の方に上げれないんです。順序について。だからそういうことじゃないですか。いや、だから全会一致で。そういうことじゃないですか。一旦上げてそれで全会一致に付することはできないんです。あのね、うん、いやもういいんですよ。だからもう代表会議のイメージですよ。僕のイメージと市長のイメージが近かったら、あの僕のイメージの次は議題の説明をしたらいいと思います。それぞれ市長、知事市長、これ市長、いやいやここじゃないです。あ本体の本体会議で。議題のね、で、我々議員からあるのも全部提案したらいいと思います。でその後本来であれば、このまた再度代表者会議をしていただいて、議題の取り手の順位を決めたりですね、協議の仕方を決めたりするというイメージです。でここでもし決まらなければ本会議で決めたらいいと思ってました、まあ、だから例えば意見が2つに分かれたらですよ代表者会議で決まらなければ意見が2つに分かれたら本会議に持っていって
どちらか取るのか、両方ともダメなのか、両方ともいけるのか、それは測らないとわからないということでした。今の話もこの大学論議のこの話もできるだけ前回違う僕はテストに求めたと思います。ですからこの大学論議でまとまらないということについては言ってもまとまらないと思いますので、ここでできるだけまとめていくというのが大原則で、そういった意味で先ほどの議論を整理をすると前回一致ということは私はあくまでも基本だと思います。前に進めるためにはそれしかないと思います。いや前回一でもうそうおっしゃっていただいたのでそれでいいんですけど、ちょっと僕は議員 の仕事やったことがないのでね、ちょっと確認させてもらってるんですけども、いやここで話をしてねまとまらなくてもですよ、場合によってはそのみんなが集まったところでね議論をこうやることによって、まあ、そのまとまるかどうかわからないけど本体会議の方の議論をねきちっと公に見せるってことに必要なのかなと思ったんです。ただここでもうまとまらなければもう本体会議の方で上げても意味がないって言うんであればもうここでの全会一致、ここでも全会一致っていう意味です。それはそれ、それが今まで、まあ、過去の会議の中で決まられるものは本会議で助けてみんながええやないかというそういう流れになったわけですから、それをやはりきっと整理するためにまず前回一致原則で大学で会議でも決めました。こっちも前回一致、はい、でその上で本会議の方に持っていったら地元に進行すると提案もできるという流れだと認識しています。正しいと発表いたします。はい、じゃあ条例の本部に書いた8条4項これはどう理解したらいいですか。それはだから議案の中身です。議案の中身、さっき言ったように、憲法でも56条でね言ってますけども、議事の多数決とそれから会議運営の会議運営の方法ってこれは明確に分けてますから、あの条例上は議事になってますよ、ね、だからこれは議案の中身、これも8条4項で決めたらいい。だから今言ったのはその会議の運営について順番だったり順序だったりそういうことなんだ。これはその8条4項多数決じゃなくて全会一致で決めていく。話を蒸し返すつもりはありません、確認なんですけど、まあ、我々は出口はそれでいいじゃないかと言ってきました、それぞれの議題について各団体で過半数ちぐはぐがあったらダメだという、まあ、そういう意味で、まあ、皆さん方からご指摘をいただいて変えたものです。で前回、まあ、再議で廃案になってしまいましたけども、その他ね会議の、ね、協議のルールは、まあ、全体の過半数で決めていくべき、もしくはまあ今おっしゃっているようにですね、全会一致、全会一致が一番望ましいわけですよ、会議のルールなんていうのは。でも決しなかった場合ね、この8条の4項の採決方法じゃなくてですね、最順位の過半数でって言ってきたわけですから、まあ、本当にこれが議題の出口に、もしくはまあそれに類推するところ8条の4項でこれから何が出てくるか分かりません。その時に8条4項を無視するような議論の進め方がないようになってね、ちょっとお願いをして、それを皆さん共通理解していただけるんであれば。じゃあ会長どうぞ。橋本委員や無視も何も全会一致なんですから、それは花委員が多数決だとか急に変なことを言ったんですね。その8条4項や各団体の過半数なのに急に大阪会議の中の多数決をやろうと、自分たちが多数を取れるという前提でね急に多数決をやろうとか変なことを言うからこれおかしくなったんですよ。だから議事整理については我々は以前から会長が議事整理権を持ってると言ってる、だから花委員は違うと言ってる。そうであれば全会一致でやってればこれは良かったにもかかわらず、多数決は多数決だって言うからおかしくなってしまったんですよ。だからもう多数決応募をね認めないということであれば全会一致で、いや僕は結構です。まあ他どうですか。そうですね、進め方の正しい以下を取るということに、いやそこにはだから全会一致全会一致という文字を加えてください。でそれは代表者会議の規定もそうですよね。代表者会議の規定のことがあるんですよ。いや会議の進め方は、いや会議の進め方は違う、代表者会議、いやいや会議の進め方は削るんでしょ。あ、削るなくすっていうふうにおっしゃってたよ。なくして叩き台の方、ごめんね、叩き台の方の
会議の進め方の正しい議事がまとまらないときは条例第8条4項に基づき会議で決するという部分については削除するということで橋本委員がおっしゃったんだけど、はい、それでいいわけです、ね、僕はそれでいいで他の先生方もよろしいですか。で、ただし、ただしってややこしな、こちらの、代表者会議設置規定の方の第6条には、会議の議事は構成員の意見を聞いて会長が取りまとめる、ただし議事がまとまらないときはうんぬんというところについては、全会一致を原則とするというふうに差し替えるということでいいですか。え、その時の正しいってことね。その時の全会一致は繰り返しになりますけど、代表者会議の全会一致これは代表者会議で言われてるから、ね、代表者会議の規定のペーパーの第6条ですから、だから会議の議事は構成員の意見を聞いて会長が取りまとめる、ただし議事がまとまらない時はいわゆるこの代表者会議の規定ですから全会一致を原則とするということで、それでいいですか。今ちょっとまああの副会長の方で話提案してもらったんですけど、今言ってるのは代表者会議の設置規定についてのところです。でそのところについての第6条です。第6条の議事決定のところを会議の議事は構成の意見を聞いて全会一致で取りまとめるという場合になります。この部分の修正、全会一致で取りまとめるそれでよろしいですか。で次に、大阪調整会議の運営についてのたたき台のところですが、会議の進め方の3段目、会議の進め方の3段目、で正しい記事がまとまらないときは条例第8条第4項の対応でこれを取るということに、これでご確認できました。議題の取り扱い、あの丸の、それはまあこれです、これです、これです、会議としての方向性をこれまとめて確認する、はい、必要がある場合は、はい、なら一点、はい、会議の運営について、はい、あのちょっと前回の維新以外の会竹山市長に対してちょっと意見を述べさせてもらいたいんですけども、会議の決定っていうのはまた議題ありますか。まだあるんですか。あと2、3、あ、でもいや、運営なので、運営方法が書いてあるから、いや、会議の、いや、はい、いいですか、会議の欠席は、これ絶対やめてもらわないと、これ無意味になってしまうので、理由があるにしても、それは会議に出てきて理由を言ってもらわないとですね、それすら会長の招集権を無視することになるじゃないですか。それは今後も、あの竹山市長やその自民党、公明党や共産党の皆さん、高いの皆さんはですね、自分たちに何か都合悪いことになれば、この欠席ってやるんですか。いや、違います。ある部分はね。ちょっと竹山委員、はい、休みます。事前会議なり、代表者会議を背を取れと言ってるのに、その手続きさえせずに、会長が時間も定めるのに13日と決めた。それに対して、そういうふうな議論が、まっとうな議論ができないでしょうということを言ったんです。で、今回初めて、今日やるについて会長から私に電話あって、こういうことでやらせていただきたいと。そういうことは、むやみに決算何で言うんですか。会長、はい、いや、いかなる理由があってもね、そんなことを言い出したら、そしたら我々だってそういう理由がいろいろ出るわけですよ。でそれを、そういう理由を公の、これはやっぱりみんなメディアフルオープンであの大阪会議でやるわけですから、今みたいな理由を表で言ったらいいじゃないですか。前日じゃなくて会議体の場で、それはそれぞれの、じゃあ記者会見とか単独のその説明でね、大阪会議を欠席するってことができるんであれば、これもう会議として成り立たないです。だから、どんな理由があってもですね、それは大阪会議に出てきて、きちっとそこで説明するってことは、やっぱりこれは確認しないとですね、会議が成り立たないと思うんです。
先ほどの発言の中で、はい、ごめんなさい、コメント出席しました。ごめんなさい、これ間違えます。すみません。あのすみません、あのちょっと時間が4時間がオーバーしています。したがって本日の準備会議はここで一旦暫時休憩することとして再開は、来週28日月曜日の午前9時30分からこの後の準備会議続き再開をさせていただきたいと思います。したがって、それに伴い第3回の会議の開始時間を若干遅らすこととなると思いますのでよろしくお願いをいたします。それではこれで本日の準備会議を終了したいと思います。特段何かあれば次回議題決める。次の議題、次の大会議について、次回については議題を決めていただきたいと思っております。だから第3回の議題を、はい、本会議で議論、はい、それを前提に進めさせていただきます。それでよろしいですか。はい、それでは本日の会議を終了いたします。ありがとうございます。これをどこで